さあやるぜやるぜやっていくぜもっとプロ野球チームを作ろう、もし清シリーズのね、もしも清宮が、ハムで4番でスタメン固定だったらシリーズ第パート13ぐらいです。どうもアザラシです。やっていきます。いやーねー、あと次の週にはもうこのタイガースとのトレードが成功するかどうかを今シーズン占う大きなトレードが行われてしまう。全然関係ないんだけどね、ここのさっきいじってたらね、アマレコっていうソフトで録画してるんですけど、ここを押すとブレストファイヤーみたいななぜかエコーがかかる。ここを押すとなぜかその2つぐらいアマレコを開かないと、なぜかこのこっちの画面は見えてないでしょ、なんかね見えなくてね、これ今両方とも同じようにドリームキャストの映像を再生するようにしてるんですけど、なぜか片方動かなくて、2つ2窓にするとなぜかうまくいくっていうんでね、2窓にしてやってるんですけども、その時に1つ動かないゴーストみたいな窓がね、なんかようわからんけど、これの音量ありにするとエコーが効いてしまう。スーパーロボットの乗り手になってしまう。前は別のゲームの話をした。まあ今回はね、ついに模式をシリーズペナント始まったということで、タンタンタンってやっていこうと思います。10分ぐらいパパッとこう見て、最後の20分で一つの試合をじっくり見るという、そんな風なプランニングのつもりでございます。小笠原の調子、なんで小笠原は中途半端にしてんだろう。ガンガン上げたれ上げたれ上げたれ、サードなんだよね。でもこうだでいいや、でもこうでもこうでも長打でいいや。練習施設がね、練習施設がまだ充実してないんですよ、正直。だからしょうがない、しょうがないんだよな。でも一人とかもしたいけど、まあ、肩とともに守備を鍛えるぐらいのことしかできんよね、正直なとこね。フランケンスケもね、上げていきたいけどね。でもな、噛み合わせが悪いに今思うだけど、でも土井肖像はあれだよ正直言ってそんなにね、高玉長打以外伝えてもあんまり意味ねえから、そしたらやっぱ長打育てるしかないわで奈良原はもう調子でいいよ、ひたすら調子でいいや奈良原は。でどんどん衰えていったら衰えていったで、田中健介が台頭するから、それでいいってことにします。ガンチャソー変化球練習ずっとしとこう。これはもう無理、今関は早熟タイプだからもう無理。ミラーバルはストレートの速さを来てください。ちょっと厳しめにしてるけど、まあ、まだまだシーズン序盤だからね、まあ期待ならいってみましょう。にわか伸び盛りだと、補給 B が気になるね。野口あれパスボールしてたもんね前回、そのせいなのかな。ちょっとお金があったらコーダを上げるマシンが欲しい、あれ欲しい。ちょっと次でお金が入ったら買います。進める、ちょっと待って、人事と、その前に人事、前回大失敗した堀田新人の堀田投手、彼の説得に向かわせてくれ。支持する。1位ぐらいになって力説する、君の力でうちを強くして、おお燃えてきました。 OKOK、
このままほっとけば、まあ、ほっとけばそこそこ上がっていくんでね、4月ぐらいだったらね。ほっとけば、まあ、ドラフト候補にかかるぐらいまで上がっていくよ。本拠地でやってくれんかな、本拠地で。お金が。金村は、ちょっとまだだな。これで行くしかないね。西浦の。西浦使うんだったら石本の方がいいか、ここ、これは。調子が絶不調だもんね。この見極めよ。この見極めの良さを石本4打数2安打5割。この見る目のよ、見る目。すげえな。清宮がすごいことになってるな。ブランデーは今一つ。さあ、もう一個勝ちに行くぞ。金む岩本でしょうね。うわぁ、際どいけど勝った。これはでも岩本悪くねえよな。西浦のスリーラン。絶不調とはいえホームラン打ってくれる。プランで。これ誰だ？岩本、やっぱ岩本かい。あ、今関。清宮は3打数2安打 1デッドボール2三振、打率6割8分8厘をキープ。近藤並みになってる。ピッチャー変えよう、バッター変えよう。ここも石本出していく。ラジオだしね、右ピッチャーのラジオだしね。見てくれこの勝ちっぷり。どうなっとんだうちのチームは。強すぎる。清宮ツーランホームラン。フランデンツーランホームラン。素晴らしい。素晴らしすぎる。ちょっと落ちたけどね。いや、いいね。日ハム開幕してから3連、西武に3立て食らって、3立て食らった後楽天に3連勝して、今現在、プラスマイナスゼロです、貯金。いやー、ハム強いな。うちのハム強い。ホームランじゃ一応にはかなってないけど、打率清宮1位だぞ、おい。これ見てくれよ、これを見てくれ。新人の清宮が打率1位。2カード終わって。ただ、セーブじゃウォーレンに勝ててないな。セーブ数でウォーレンに勝ってない。タルジオ選手、どうでもいい。どうでもいい。すごいかもしれない。すごいのかもしれないが、タルジオ選手はセリーグのね。セリーグの話だね。うわ、頼む。ああ。これは悲しいな。これは悲しいな。どうする、ガーンだな。ちょっとまず新ドラフト、新しく手に入ったドラフト候補生を見よう。藤本光雄、いかにも早熟タイプって感じだな。早い段階で力を発揮しようってタイプは藤本藤尾、覚えとこう。トレードなぁ。でも どうしても欲しいんじゃ。新庄と坪井が欲しいんじゃ。ハムに必要な選手なんじゃ、この2人は。ということで、やっぱり金村出します。金村クラス放出ある。入れ出してもいいんだよ本当に。ただ上田は残そう。そしたら田口出していいよ。ちょっと損じゃないとダメなんだよな。ピッチャーだな。黒木順次どうですか。いいトレード。ん、うちの下でくすぶってるようなのがいいとなるかい。生駒どうだい。いいトレード。
正田どうだい、いいトレード。ちょっと損まで持ってきたいな。誰だ誰だな、いいんだ、清水。タイガースの投手事情を見ると、そんなに困ってるには見えないね。なんならブランデン出すかい。ブランデンもいいトレード止まりか。ならオバンド出そうか、せっかくなら。あんつ、オバンド出す、出したくないよオバンドは。例えばこれで上田だったらいいトレード、いいトレード。タイガースから外野手2人取るとタラスコ、檜山、松田になる。まあ檜山、タラスコいれば、まあ井出がいれば OK か。難しいねこのトレード成功させるの。ピッチャーで押してみるか。26歳、黒木、これ以上伸びしろはあまりなさそうだ。いいトレードにしておきたいね。黒木出してみるか。これでいこう。これ以上は難しい。これ失敗したくねえな。失敗したくねえ。悩みが深い。で、海外、国内スカウト変えたいな。どこだっけ？ 2,3 回前の動画を 見返さないと。やばいな。九州にいいピッチャーいるんだっけ？これだろ。1億6000万。無理。ではどうするか。他にまずすることといえば、施設で、練習設備で、高打系を伸ばす。そんなのがやりたい。買います、買っちゃっていいですか、買っちゃいますさてと、いやー、ショックがじりじりきてるな、じりじりきてるな。やっぱあのトレード失敗しちゃいかんかったな。あー、新庄と坪井が並ぶ。新庄と坪井がいる。外野を見たかった。そんな外野が見たかった。これもイチローがおるからね。イチローがおるからちょっとあれよ。本気で勝ちに行くから。イチローを抑えに行く。これイチロー抑えれたんじゃない？うわ、清宮またホームラン打ってる。天才かこいつ。5打数2安打、1本4打点。ああ、おお。素晴らしいですね。で、相手イチローよ、イチロー。4打数ノーヒット、やったぜ。やったぜ。関根。ここで関根を流しさせる。よし。9連勝いけるぞ。これ9連勝のかかった。マウンドに、うちのエース。消去法エースじゃない、もうその、いけにエースの金村をぶつけていく。オーナー賞つけてもいいぐらいだな。この試合、金がないんだった。金が全然ないんじゃ。見ましょう。この試合見ましょう。てん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 ねねねねねねね。大島、田口、谷。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。小林宏、三輪。ニール、タム、大島、アリアス、塩崎、田口、谷、イチロー、まもなく試合開始です。なんでイチローってさ、ライトなの？よくわからんのんだけど、俺野球のあれでさ、ライトって別に一番守備が、外野で守備が一番上手い人がつくポジションじゃないよな。まあ肩は強い方がいいかもしれないけどさ、
一番守備力が必要なのはセンターじゃねえって気がするんだけど、なんでイチローってライトなんだろうな。俺それすごく疑問でさ、誰か教えてほしいんだが、なんでイチローってライトなの、センターじゃダメなの。ずっとだけど、もう今は言えないよ。イチローが一番上手い時でもイチローってライトじゃん、なんでセンターじゃないんだろうなって思うじゃないのね。ライトなんでライト、おお、清宮の打席また見れなかった。清宮に盗塁させたい、ダメか、いいで、あイチローの打席言いますか、金村対イチロー、これ別にサムネにできんなよし、イチローをねじ伏せている、イチローをねじ伏せにかかっている。あっと、三塁で刺したか。いやー、投手戦ですね。まあ、うちの金村をもってすれば投手戦を演じることなどたやすいことよ。ただただ投げさせられ続けてる金村だが、実力はないとは思ってない、正直のところ。その金村だからこそ新庄坪井のトレードが成功するのではないかと、そう思う次第でございますね。これはどうだ、守備うまいかニール。そんなファインプレーを見せられちゃちょっとびっくりするわ。さあ、この塩崎の次、多分ここでアウト取って金村でしょう。すごいな塩崎、多分正ショートだよ。正ショートっていうか、そのスタメンずっとここまでレギュラーショートだと思うけど、オリックス打率0割0分0厘なんだね。このオリックス多分ずっと打ってないんだろうな、9試合分ぐらい打ってないんだろうな、8試合分ぐらい分ぐらいって言ったかもしれない。3番24打席連続ノーヒット中みたいな感じだもんね。さあ清宮だ、なんとなくだが凄まじい成績を残しそうじゃない。近藤かな、ハムの近藤かな、コンちゃんかな、コンスケかな、コンスケ。後ろが続かねえな、だからここでヒットが出るような気がする。このブランデン侮るなよ、たとえオバンドがいなくてもブランデンがいると思って取ってるブランデンだ。あ、ちょっと、もうてれてれ、シーズン始まってますからね、一つ一つちゃんと勝っていきたいからね、一つ一つちゃんと勝っていく。おっ、あれ、一郎じゃねえじゃん、一郎だと思ったのに。この清宮のライバルは一郎になることは間違いない。オリックス戦では一郎を徹底的にねじ伏せにいかなくちゃ。ここだな、じゃあ盗塁。金子誠があんまりだな、2割だもんね。打順の組み替えをするなら金子誠のところにもうちょっと打率のいい選手をいた方がいいかもしれない。まあでも絶好調だからな、調子だけ見たら、ここの矢印とか見たらさ、あーしゃあない、イチローねじ伏せろ、ねじ伏せろ、打率4割4分8厘5本10打点の4番イチローをねじ伏せろ。よし。模式をシリーズって4番で一郎、4番で清宮を固定するっていうシリーズだからさ、知っとるつもりでやってるやつだからさ、オリックスで4番に固定されてる一郎は確実にライバルだよな。おっと、ここは抑えてほしいぞ、ねじ伏せてほしいぞ。三輪隆。
ボール。歩かしていいか。歩かしていいぞ。あんな球を。よし。よし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 。ふぅ。はい。小笠原。小林宏もいい、防御率いいね。いや、これはフライでしょう。だよね。なんか今日ドリームキャストの調子がちょっと悪いかもしれない。なんかあの音とかが遅れてきてる気が。ツーストライク追い込まれた。まあ打率5割組4厘だからね。こんな打率維持できるわけないよ。うわぁ縦スライダー。うわぁ塩崎、大島、田口。まあ、一郎の前にランナー出すとさすがに怖いからな。出したくはないな。ナイス。ナイス。ナイスピッチングを続けている金村と小林宏だが、これはきつい試合だな。金村変えられないもんね。こうなってくると。さあ、一郎だ。ちょっと待ってよ。これ以外のカメラにしてくれ。ああ、帰ってくんね。ドリキャスさん、焼きつくさん、うっ、いやー、ライトフライだ。めちゃくちゃイチロー封じてるな。イチロー好きの人には耐えられない動画になってるかもしれない。イチロー信者の方には。むしろニールがめっちゃ活躍してる。ヒット出ねえ。ヒット出ないですね。続き小笠原からか。藤井は抑えてほしい。三輪も抑えてほしい。三者凡退でいい。まずい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 。もう完璧な。完璧な。スクイズ。それは卑怯だろう。スクイズで勝ちに来るなんて気だ。気だってハムの今コーチだっけ。あれ違うね。あれはヨシ、あれ気だは違うよな。ヨシコーチだよな。頼むぞ小笠原、ほんと頼むぞ。信じてる。小笠原の打撃を信じてる。よし、走るよ、即走るよ。そしたらここで抑えのエースの登場です。マキノが抑えのエースなの。木田の方がよくね。よっしゃ、よし、よしよしよし、お膳立てができている。できてきた。清宮のさよならが見えてきた。さよならじゃねえか、逆転ツーランが見えてきましたね。これはちょっと熱い。逆転ツーランが見えてる。水を差すような真似をしてもらったら困るよ、牧野くん。牧野瑠衣くん。ああ、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 進塁だ。バンド頼むぞ。カットパスや、バンド。ホームランでも構わんよ。1点入れてくれればそれで済む話だが、ホームランでも構わん。この際、ホームランでも構わん。頼む頼む。ツーツーツースリー、犠牲フライ、犠牲フライでもいい。なんでやれもう。ブランデー。あー、もう期待できねえ。そのスイングは期待できねえな。
ノーアウト二塁のチャンスが、ノーアウト二塁で1点いられない。あー、ダメだった。すまん、ちょっと大きい声出してもた。これ見とる人がびっくりしてしまうわ。なんかでもな、三振の時でそんな声出るよな、なあってなる。さあ、まあ、もう負けは負けだ。9連勝かかってたのにな、開幕9連勝という夢が絶たれてしまった、さっきの。でも、惜しいとこまで行って、惜しいとこまでは。悔しい、悔しい。ただ、ただ、一郎は抑えた。ただ、一郎は抑えた。進める。てってってってれ。いやー、1000万円の儲けか。まあ時間来たな。26分14秒。勝率はまあ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 。打点王清宮来てますよ。打点王であり、打率トップを維持している。イチローはここ、ボーリックはここ。ロッテが強えな。はい、これトレードの話ですね。ほう、どのようなトレードが。いやー、それはどうだ。いやー、これは受けられないね、これは受けられないね。今西浦が抜けたら外野すっかすかになっちゃうもの。ブランデン外野につかすようなことになっちゃうもん。それは無理ですわ。それは無理ですわ。あれ？また2人増えてない？また1人増えてない？交渉可能な人数が増えてないか。よし、じゃあここまでします。雨だね。雨はダメだよ。雨はみんな休むことになっちゃうよ。ということで、今回、模式用シリーズパート13、日ハムの快進撃編でした。しかし快進撃も最後オバンドの三振、ブランデンの三振、2者連続三振、清宮の進塁打、清宮のセカンドゴロね、オバンド、ブランデンの連続三振によって途切れるという、そういうね、悔しいな。あそこ打ってくれないのがそのドラマだよな。そこで打ったらまあそしたら大盛り上がりだけど、まあ現実のことはなかなか起こりゃしないっていうか、現実じゃないゲームだけどな。だから現実問題を教えてくれる。それじゃあ、そういうことで、ほな、ほなまた見てね。